小間ゆれ神社は、福島県相馬郡新地町にある神社。式内社で、旧社格は合舎。豊受姫の使命は、五国豊穣、安山守護、悪役少女、養蚕守護などの神徳を持つ都市、また、当社の祭神と馬に関する伝説があることから、特に馬の守護、馬の病気の平穏祈願など馬に関する信仰が味。 現在の駒湯霊神社の祭神は、伊勢神宮下空の豊受姫の使命とされているが、その他の祭神否定については、主な説として、以下のものがある。遺書書によれば、大宝2年にカリミアを設けて200年間祭り、縁起7年に社殿を建立したという。その起源としては、毛の指導族から出た、浮田国造によるものと想定される。縁起式神明帳では、 古古霊神社と記載されて、明神大社に弟子、安城官兵を国から受けた。中世においては、当地は仙台藩に属していたことから、伊達家より数計を受け、車両の寄進や車源再建、修繕が行われたものの、安永8年に伸びにかかり、車伝が消失した。完成8年4月、仙台藩主による車伝再建が行われ、 文化3年に社殿が完成した。大正7年に平殿及び拝殿が建てられ、平成11年8月に社殿の改築が行われた。また、当社は旧歌軍の総鎮守者とされている。古くは、勝吉社、愛前宮と呼ばれており、現在も奥の愛前宮と称している。愛前とは、青前神とも称される神のことで、東北地方から、 関東中部地方に至る地域で、馬の守護神として信仰されている。当社境内には、七不思議と呼ばれるものがある。なお、七不思議のうち、南天の桜、七葉の柏、九葉のさつきは、姫君が漂着した時に、植木として持ってきたものであると伝えられている。社殿は、廃殿、平殿、流れ作りの本殿からなる。境内東側は谷になっており、 斜面の小道を降りると五人髄の湧水と鏡ヶ池という池がある。五人髄はいかなる寒天の時も枯れることがないと言い伝えられている。また境内には社務所、駐車場があり、境内南側の丘陵地は葉山公園として階段や展望台が整備されている。葉山公園内には駒揺れ神社の祭神を葬ったと伝えられる場所があり。 小湯霊神社御祭神梅没地の石碑が立っている。ありがとうございます。